グランデさん見に行ったよ。おお、すごいね。いいですね。似合ってます？色似合ってるんですかね、分からんけど。赤い帯ありがとうございます。今日はね、柏木由紀さんの似顔絵を描きたいと思います。15時半まで、15時半まで似顔絵配信やって、夜は19時から21時までまた歌ダンス10曲連続配信やります。もう10分だけありがとうございます。浴衣ね、欲しくないです、別に。ちょっと待ってね、なんか知らんけど iPad がつかないな。それいける？つかんの？で、自主取ると思ったらしてない。いや、こっちでできる。できてんの？うん。浴衣でダンス、浴衣でダンスとか、何踊る？ハロウィンナイトぐらいや。ちょうどさっき踊った。画像を開きますね、ゆきりんさんの。ゆきりんさんの、書こうと思います。これか。え？あ、これね。待ってよ、どこだろう。浴衣でダンスはミニじゃないと大変かもね。え、ミニの浴衣なんかあるんですか？あるんかな、ミニの浴衣なんか。え、送ったのにある？じゃあもう一回送るわ、うん、ちょっと消し見てるのめっちゃ恥ずかしい。なんでや。ランチさんこんにちは、ありがとう。浴衣かわいい。今日だけでクーカの魅力にやれた。わー、浴衣はいいですか？やったね、嬉しいね。浴衣なんかなかなか金ですからね。やったね。あ、やったね。そう、柏木由紀さんの書いてます。もうちょっと、こうか。なんか正面描くときはこうでいいじゃないですか。でもさ、こう描くとなったらさ、ここがちょっとへこんでるじゃない。ここがへこんでからのほっぺふわーみたいな、難しいですよね。空花さんの浴衣かわいいです。 Thank you。 普段ガーリーのファッションでない分数倍かわいい。やった、ありがとうございます。似合いますかね、横顔スケート。ふわー、横顔。なんで呼べばいいですか？クーカって呼んでください。クーカってあだ名です。君さん、はじめまして、こんにちは。ぜひフォローよろしくお願いします。歌ダンス配信も
夜7時からやるのでよろしくお願いします。そっか、浴衣祭り来年からなのか、私たちも。そうですな、久しぶりの似顔絵配信ですね。いつぶりやろ、いつぶり、まあ、そんな経ってない、あれかな、握手会が合間にやったけんそう思うかもしれん。お、大人空間いいね、やったね、ありがとうございます。浴衣かわいい、ありがとう。ピノヒロさん朝もね来てくれてありがとうございます。涙袋、大事な大事な涙袋。眉毛、盆休みで見てます、ありがとうございます。浴衣に合ってる、ありがとう。いや浴衣着るんさ、どうなるんかと思ってさ、自分でも想像ができんけんさ、浴衣お祭りとかほんまにいかんけん、いかんけんさ、浴衣お祭りに行ったとしても浴衣着あんまり金買ったけんさ、今までよかったです。眉毛はね、もっとふわっとしたいんやけどね、鉛筆で描くからかな、もっと丸っこい眉毛。ちなみに今ね、まだ全然できてないけどこんな感じです。ほら全然できてない。久しぶりにコケタニさん、ありがとうございます。私美術部だったんですよ、実は香川で。ここか。なんか目より眉毛の眉頭の方が中心にありますね。あ、こういうことか。よし、分かってきたぞ。こんにちは、麦茶飲んでいるじゃないですか。あー、麦茶、おい、麦茶でもないですね、ドクダミ茶です。ちなみに私の飲んでるお茶は健康にいいんですよ。
美味しいですよ。そう、これはこれかな、これ奈々さんがおすすめしてた瀬戸内レモンイカ店。奈々さんが瀬戸内でおすすめのものプロフィールに書いてる、あのイカ天かっこ瀬戸内レモン味って書いてて、昨日初めて食べたんですけどもう美味しかった。おーレモンきたーって感じの。お母さんがね食べる手が止まらなくて、ほんまにこのショールームで紹介する前になくなりそうです。漫画家目指してなかったです、アイドル目指してました。体に当てて可愛い、ありがとう。つりけんさん、つけんさんかな、ぜひフォローよろしくお願いします。何か足りんと思ったら涙袋。難しいね。これやん。しかもさ、横から見た涙袋ってさぷっくりしとるからさ、その立体感を出すのが難しいですよね。気になったんですか。美味しいです。フレッシュレモンにね、ST パッケージで確かにね出たらいいな。そう、でも確かに本当に美味しかった。食べる手が止まらんのは分かる。あれ眉毛長すぎた、こうか。プチ書いていきます。なんだろうな、鼻の延長線上。難しい。瀬戸内レモンケーキ、あ、それはね何回も見たことある。あのあれですよ、瀬戸内レモンパイっていうのがねこの前食べたんですけどめっちゃ美味しいんですよ。緑色の袋はででーん、私がおすすめのさぬきのおば3本です。給食に出てくるあのおば3本です。こういう包み紙に出てくるんです。何回も言ってたあのおば3本、香川からゲットしてきました。美味しいんですよこれ。昨日はレモン風呂に入る日、すごーレモン風呂ってめっちゃフレッシュそう、いいですね。なんか昔ねみかん風呂ってやってました。めっちゃ昔やけど香川でねやってました。みかん、まあ、みかん冬に剥くじゃないですか。それをね
古いたみかんの皮をなんかネットに入れて、有名なんかなこれ、分からんけど、まあ最近は全然やってないですけどね、やってましたね。気になった、買ってみようかな。だって買ってみて、え、なんかコンビニにねこれのちっちゃいバージョンがあるよね。ドクダミ茶、今日はというか毎日ドクダミ茶ですよ私はね。ね、そう、和三盆はねたまに1年に2回ぐらい給食にね出てくるんよ。そう、温まるんかな、みかんとかレモンは。買ってみてください、奈々さんのおすすめです。あ、口が難しい、やっぱり口って永遠に難しいんよ。もうちょっと、ちょっと、なんだろうな、ここかな、ここ、ここが違うんだ。目の距離をもうちょっと近づけてみますね。え、でもせっかく目綺麗に描けたのに、もったいない。あ、爆発さん、ルームフォローありがとうございます。え、奈々さんの似顔絵はね、もう描いてるんです。じゃだーん、オーディションの時に描いたやつです。で、もうちょっとかけ直しますね。もうちょっとでかけそう。奈々さんかっこいいですね。そう、奈々さんは本当に素敵なキャプテンでございます。絵の癖がすごいなって。爆発さん名前を覚えました。そうか、雨女なんですね、ゆきりんさん。
でもなんか違う気がするな。なんかもっと丸い目なんですよ。ここにどうだろう、ここに。そうですよね、ゆきりんさんもハロプロ好きですよね。ありがとうございます。イエーイ。あれ、さっきとかけ離れてしまトシの浴衣姿はええなぁ。そう、真剣ミチから来ました。やった、ありがとう。カーミットさん、こんにちは。ぜひフォローよろしくお願いします。ありがとう、浴衣子。ハッシュタイ好きなんだ。あのこの前のね、幕張の握手会でずっと流れとって、ずっと残ってます耳に。テテテテレテテレテテ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 。あれですよ、私が出てない分の時も休憩中とかでね、よく流れてました。あ、似てきた気がします。でもね、似てきた気がするとか言って、でこうスケッチブックを撮ってみたら、あれ似てないみたいなことがね、よくあるんですよ。だからこうやって確認しないと。今ね、こんな感じなんですけど、まだまだ髪の毛ができてない。そう、ゆきりんさん、でね、ちょっと悩んだ時はね、髪の毛をかき始めてみると意外といけたやつ。あと黒目塗っても結構変わるんですよ。あ、黒目塗ったら結構似てきたみたいな。でまつげをトッとっとやって、眉毛、前髪が違う。じゃあね、話してないんです柏木さんとは。
前髪がねちょっと難しいね、斜めから。そう、髪切っても今は髪切ってないゆきりんさんも書いてます。ゆきりんさんこんばんは。そう、ポニーテールのね、ポニーテールのゆきりんさん書こうと思ってて、なんだろう、輪郭が多分違うんですよ。あと微笑み方がまだちょっと違うんですよね。微笑み方も難しいですね。耳、耳はこんぐらいかな。ターくん名前読んだよ。エイチさんハート100個ありがとうございます。おやつ配信は浴衣似顔絵配信。おやつ、あーお前、おやつの時間ですね。もうすぐこの前、あ、デラウスさん覚えてる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 。デラ、名古屋の人ね、あのあれよ、ケンさんと一緒に来てくれた。そう、ゆきりんさん書いてます。そう、ありがとうございますね、デラヨシさん。もちろん覚えてます、青い T シャツのデラヨシさん。ね、船で来てほしいな、私も。え、ココア姫見てない。初めまして、みーちゃん推しのメリオダスです。ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。今日ね、19時から21時まで歌ダンス10曲配信やりますので。私ね、 A 型って聞かれるけど O 型です。だからめっちゃ蚊に刺されるんですけど、今年の夏は日焼けを気にしてね、長袖とかばっかりでおるので蚊にも刺されない。ほんまに刺されてない、びっくりするほど、びっくりするほど刺されてなかったですわ。今考えたらね、ねって言ってもわからんか、あんまり刺されてないです。こんなに刺され夏は初めてだ。髪型変えていこう。こんな感じなのかな。お母ちゃんドラクレやってるだって。髪アップにしてほしかった。アップできないんですよ、私の髪の毛短くて。まだエルさんはじめまして、ぜひフォローよろしくお願いします。ピノヒロさんも大型だ。おお、一緒だ。んー、でもな、髪型変えたらな、なんかな、違う人になる。髪型ロングにします。
んだろう、目修正し、あの最初の方が似てた気がする。でも口が違う気がする。口と顔のね、輪郭がなんか違うの。頑張りますね。こんな感じかな。下唇の方が厚いんですね。あ、お、さっきより似たかもしれない。フォローしたよみゆ、ありがとうございます。瓶にね、ナッツ入ってます。フォローしたよみゆです。正しくはひらがなで読むとみゆです。そう、漢字だけね。でもさっきより似た気がするよ。髪の毛。血の目が違うのかもしれない。これで耳が完全に出てはなくて、ちょっと髪の毛に隠れてるっていうのも再現しよう。巻き髪ってなんかこの鉛筆で一束一束描くのめっちゃ難しいですよね。ね。お、空間ファンの京武さん最近です。ありがとうございます。本当に
ちょっと漢字は出せたんですけど、まだなんか違います。なんでんでしょう。眉毛かな。眉毛がもっと上に、眉毛がもっと上にあって長いのか。あ、でもなんか長すぎた。 棒みたいになっちゃった。ニュキリンさんの似顔絵描いてます。もっと推しなんですか。おお、似てる。本当ですか。もっと似せるように頑張ります。あ、そっか、だからチーム B の。なるほど。なんか左目ばっかり なんか書き直しすぎて髪がシワシワになってくるよ。この余白がね、違うんだな。もう左目4回ぐらい書き直しましたね。占い師、白蛇と袋に座らせてくれた。へえ、私は触ったことないです。シリアルシンガーさん、はじめまして、かわいいですね。ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。今もね、ゆきにさんの似顔絵を描いております。また夜19時からね、あの10曲連続ダンス配信しますので、また見に来てください。アニメキャラは全然描かないです。目の形がね、どうしよう、あと30分だぜ。アイラインかな。濃いめに黒目を塗ってみよう。で、ここか。
ここがカクッとなってて、輪郭が意外と難しかったりします。こうか、何かが違う。ピロヒロさんね、褒めくれありがとうございます。最強のアイドル、そんな風になれたらいいですね。私適当は嫌なんです、私適当は嫌なんです、中途半端は嫌なんです。ごめんなさいね、こんな似顔絵描いてるところを、似顔絵描いてるところをずっと見させられる皆さん。カラオケはね、行ったりしないんですよ。初めて似顔絵配信見ました？あれ？なんかどうですかね。ほっぺかな。口のここかもしれん。皆さん口角が上がっていてすごいなって思ってます。なんか口角が上げる難しいですよね、写真とか撮るとき。これでイカ天美味しそう。気分転換にちょっと食べてみますか。びっくりした。もうレモンの匂いがいいですね。うまー、レモン満載。
もうちょっと分厚い。どうだろう、どうですかね。初見です、ありがとうございます。じゅんじゅんさん、あ、間違えた、違う、ずれた。りょうたろうさん、ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。かなり酸っぱい、なんかでもいい酸っぱさですよ。まあ食べてみればわかる酸っぱさですね。いけるかな。じゃあ色塗ってみましょうか。大丈夫ですかね。髪が広がりすぎなんかもしれない。広がりすぎでした。髪が広がりすぎやった。別にね、関連してるわけじゃないですよ、もちろん。そうか、それをみんな謎に思っとんかな。別に何の、何にも関係ねえ。そんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴーみたいな感じです。浴衣可愛いから落ちます。ありがとう、マスさん、ありがとう、嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。皆さん、でね、唇はね、こういう風に全部縁取らずに、こういう風に黒で描いていきます。こ
これが難しいんですよ。頑張りますね。皆さんが落ちる。ごめんなさい。じゃあ耳もなぞります。じゃあ続いて髪の毛をなぞっていきます。茶色い。今のもうまいね。なんでしょう。今のも。眉毛はね、中塗らずに囲むだけにします。塗ってしまったらもう消せんからな。それが怖いよな。だん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 。でもこれ間違えたら金髪みたいに見えてしまうから茶色足しますね。姿で真剣に描いてる姿となかなか見れない。お、ちょっとだけお手間します。ありがとうございます。吉明さん大好き、ありがとうございます。いきなりびっくりびっくり。難しいですね。下書きの線を消すとどうなるのか。今日はいっぱい書き直したから下書きの線が多いですね。今日で よし、じゃあリップ塗ってみます。リップいつもどれやったっけ。この色か。職人じゃん。じゃあいつものリップの色で塗ってみます。
どうでしょうか。あれ、下書きの時となんか違う気がするけど。ここにピンクのチーク入れれたらいいんやけど、みんなチーク入れてないからな。眉毛は多分大丈夫で。こんにちは。私から見たらね、斑点だから似てるかどうかわからないんだ。ありますか。あれか、眉毛と目が近すぎたかもしれん。本当ですか。え、今日のはね、なんだろう、ジュリナさんの次に難しかったかもしれん。ほんまに。そう、私青鳥参加しないんですよ。そう、徳島ね、おばあちゃんがおってね、徳島におばあちゃんがおって、だから行きたかったな。徳島おばあちゃんがおったからさ。あ、そう、徳島公園もさ、ツアーのやつ。あ、はじめまして ST48 ですっていうツアーがね、始まるじゃないですか。で、私は選ばれてないんですけど、そのメンバーに、その行く徳島のツアーのメンバーに選ばれてないんですけど、なんかおばあちゃんがおるのでね、徳島のおばあちゃん多分楽しみにしてくれとったと思うんですけど、行けなくて残念だなって感じです。行きたかったですね。おゆうかさんまだかけてないんですよ。じゃあこれで、リップこれで大丈夫ですかね。
よし、できました。難しかったです。今回はギリギリですね。マリーナちゃん？ん？マリーナが、ん？来てる？ありがとう、マリーナちゃん、またまた。あ、似てますか？よかったです。最初はね、ポニーテールの髪型で描こうとしてたんですけど、なかなかうまくいかなくて、こっちの髪型にしました。よし、無事ね、時間内に描けました。そう、11日の握手会でファンになりました。ありがとうございます。父の子パンダさん、ぜひフォローよろしくお願いします。唇がいい感じ、やったね。よかったです。あ、浴衣を着とることすらもう忘れとった。似顔絵に集中しすぎて。じゃあね、この配信を15時半で終わって、次は夜は19時から21時に歌ダンス配信、10曲配信をしますので、皆さんお時間あればぜひ見に来てください。よろしくお願いします。拡散とかもよろしくお願いします。それでね、握手会もあります。8月20日に神戸で全国握手会があります。STU はね、無料お試し、無料お試し握手会があるので、ぜひね来てください。あ、そう、迷ったらここに間違いはなかった。イエーイ、よかったです。私がいつもスケッチブックで出してるやつね。そう、今マジクーカちゃん可愛い、ありがとうございます。ちょっと見たかったダンスと歌配信、ありがとう。で、そして9月3日は H ラインライブというものに出ます。ブルーライブ広島というところであります。出ますのでよろしくお願いします。そう、これは AKB さん全役です。で、個別握手会は次はインテックス大阪で9月9日と9月10日にあります。9月9日はハッシュタグ好きなんだの、あの握手会なので、ツーショット写真会かワンショット動画会があります。浴衣です。そう、ダダダダーン、ダダダダーン。よろしくお願いします。あ、これはね、4部、なんか4部だけらしいです。知っとる？4部だけないって。あ、そうなの。よろしくお願いします。じゃあランキング読みますね。13位、 BB さん、12位トレックさん、11位ユマポンさん、10位オリオさん、9位ラニウスさん、8位ケンヨンパチさん、7位ショウイチさん、6位タッチャンさん、5位安明さん、4位ノーネームさん、3位アサミンさん、2位 RR さん、1位塚木美和ザ・ウィンチを超えたさん、ありがとうございます。いつも名前変える人よ、わかるやろ、元たまちゃんの人よ。相談金もう、あ、でもあれですよ、19時から21時にまた歌ダンス10曲配信あるので、ぜひその時見に来てください。www
ね、ありがとうございます。できたよこれ。見てる。よかった。でもこれ、これあれよ、ジーナさんの次に難しかった。あもうどうしようかと思った。髪の毛もね、こっちにしたいにゃん、うん、なんかポニーテールやと似なさそうだったけん。浴衣姿ショールームありがとう。よかったよ。よかったです。ありがとうございます。喜んでもらえてよかったです。お、お仕事いってらっしゃい。土方さんも、あのきさん NHKT 劇場にいるやん。おお、楽しんできてください。そう、実況配信もね、楽しみにしててください。そう、夜会いましょう。見すぎてパケットやばいと。だってあー、神よどうかラストにクーカちゃんのスクショタイムくだされ。イエーイ。どういうポーズしたらいいんやろ。普通にこれでいい。よかったよ、ありがとうございます。もう自然にスクショしてくれればいいです。これね、ちょろげが難しいです。ここがね、ここの巻き方が難しいかった。夜見に来てください。そう、 STU 劇場も私も楽しみにしてます。じゃあまた7時にお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。